本日放送第100回目でございます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、もうリスナーの皆様のねご愛顧に100回もですね、はい、続かせていただくなんてね、はい、ありがとうございます。で本日はですね、放送100回目ということで、はい、急遽ゲストの方が来てくれました。お、7回目の登場、もう準レギュラーと言っても過言ではございません、R1 グランプリ2019ファイナリスト、ピン芸人の岡野陽一さんです。はい、どうも、1日24時間もいりません岡野陽一でございます。よろしくお願いします。24時間いらないと。いりませんよ、長いですよ。どうも意味のない時間を過ごすんですいやありがとうございます、いやもう岡野さんというですね、先日の R1 グランプリ、はいですよ、決勝に、敗者復活から決勝に復活しまして、はい、うん、鶏肉に風船をくくりつけて、うん、もう一度大空に飛ばしてあげるおじさんのネタを披露した結果そんなはっきり言われて恥ずかしいですけど、はい、もし見てない方がいらっしゃったら、ちょっとご説明させていただきますと、というネタを披露した結果、お茶の間の悲鳴をかさらったというね。いや、もうびっくりしましたね、正直。はい、びっくりというか、そうなんです。だから風船を配ってるおじさんかと思ったら、はい、鶏肉に風船をくくりつけて、はい、大空へ飛ばしてあげてた、はい、っていうところがつかみなんですけど、まあ、そうです、ね、そこやったらまあライブとかだとそこで、はい、まあ、つかみでドーンと受ける、はい、っていう、まあ、なんですけど、その日は、はい、つかみを言ったら、はい、キャーっていう声が広まりましてつかめず、そう、つかめずで俺ちょっと正直テンパってというかもうね、うわやべやべと思って、なんか俺、はい、チンコ出たんじゃねえかなと思って悲鳴がさ、だってさ、そう、まあ、確かにチンコの悲鳴でしたよ、ね、そうなの、映してはいけないものがなんかチャック開いてて、そうとか、チャック開いてみたいなね、だから俺多分一瞬下見たの、いやもうそんぐらいちょっとうわーと思ってさあれはちょっと焦りましたね。確かにそうですよね、びっくりしましたよ。だから確かに、うん、チンコ出てる方がまだ悲鳴なかったんじゃないかぐらいのね、もしかしたらねだから、ね、生きのいいお客様でしたから、結構。生きの良かったですね。いや、でも、ありがたいですよ、結構ね、ノリも良くて。はい、まあ、うん、そうですね、確かに。だから、いろいろね、そう、だから、思ったのが僕、鶏をね、生肉でやったんだけど、はいはい、ちょっとでもいぶしてたりしたら変わったのかな。火を通しておけば、ちょっとだけね。少しだけね、うん。ちょっと生すぎたっていう。そうそうそう、生ってやっぱ気持ち悪いじゃない。まあまあ。いや、でも、敗者復活では、うん、それはもう受けたわけです。そうだね、だからそこですよね、だからライブのお客さんとかは多分そこ生でも体勢があるというか、はい、なんなら前回 の, そのラフターナイトのチャンピオン大会で岡野さんこのネタをしてもうとんでもない大爆笑をかっさらってましたよね、はい、チャンピオン大会岡野さん出るって決まってんのにマジでネタがないっつってそうなのよ、ネタを作ってないっつって、結局あの鶏肉のネタをそうそうそう、うん、チャンピオン大会当日の朝に作ったんですよね。そうですね、それまでいろいろホテルに自分をね、すし詰めにしたりしたのよ、はい、3万のホテルに俺泊まってネタ作ったりして、はい、なんで借金1000万超えてて違う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 、だから俺ファミレスとかだと家帰っちゃうからすぐ自分で辛くなって、はい、だからホテルにね自分をすし詰めにしたの、はい、3万円払ったら帰らねえだろうと思ったら、なるほど、寝たの、はいもうね、ダメだよ。気持ちいいんだろうな、3万円のベッドは。そうそうそう。そうそう、でも朝走り回ってね、そう、風船のネタ思いついたもんだから、風船どうしようっつって。うん、で、それで、あれ、そうそう、ちょうどあの時期が10月だったから、うんうんうん、あのハロウィンの風船いっぱい乗ってきてね。そうよ。時期的に、だから今回もそう、今回はハロウィンじゃないから、ハッピーバースデーって基本書いてあるんだよ。はいはい、ハッピーバースデー書いてある。だから一個ボケ飛んじゃった決勝で、はい、ハッピーバースデーって皮肉なもんだなってボケがあるの。そう。俺すごい大事な好きなボケなの。飛んじゃった、それ。死んじゃってるのに。そう、死んでる皮肉なもんだなっていうボケ言いたかったな。キャーって言われただろうけど、ね、どっちみちキャー。どっちみちだけどね。
まあでもいいんじゃないですか。そうそう、まあまあそう、僕はもう満足ですよ。はい、本当に、うん、すごいことだ。やっぱ R1 グランプリですよ。はい、どうね、はい、R1 グランプリも知らない方もいるかもしれないから、うん、やっぱこうピン芸人の頂点を決めるね、何千人という中の、はい、いやいやいや、本当、本当嬉しいけど、10人ですね。でもね、あれでなんか僕仕事入ったかって、はい、ね、 R1 とかやっぱ決勝出ると、そうです、仕事入るじゃないですか。仕事は入らなかったけど、はい、事務所にクレームが2件来ました。びっくりだよ本当に。やっぱ生が原因だったんですかね。生がね、そこだな本当。確かに。いろいろ反省したいけどさ、指でね、やっとけばよかったのかっていう。そうそうそう、それもあるしな。で、あとなんか、うん、映像を昨日見たんですよ僕。はい、しばらくもうキャーって言われてるの分かってるから見れなくて。はい、昨日見たの。はい、したら多分生はあんま映ってなかったんだよね、あんまり。でもその鶏肉のアップというか。あ、確かにテレビでは生っぽい感じは出てなかったでしょ。はい、そうそう。で、なんか何が悪いかと思ったら、俺多分キャーって言われたから、はい、笑顔で、はい、俺笑顔で今まで何とかしてきた人間なのよ。いろいろお金借りるにしろね、ニコニコすることによって緩和してきたんだけど、俺たちも基本笑顔ですもんね。でしょ、はい、だからキャーって言われたのを取り返そうと思って、はい、俺めちゃめちゃ笑ってた、いつもより、はい、それが余計怖かった。そう、俺見ててちょっと怖かった。なんか昔さ、俺なんかあの謝りながら万引きするおばあさん見たことあるの、はい、すいませんすいませんって言いながら万引きするおばあさん見た時の恐怖にすごい。なんか超怖かったもん、やっぱ。あれはちょっと気持ち悪かった。ちょっとやりすぎちゃったっていう。そうそうそう。もうちょいいつも、あんな笑わないから。はいはいはい、はい。うん。確かにね。でもあれ初めてだからさ、わかんないけど、すっごい発表されてからもう体感では5分ぐらいでもう舞台なのね。ああ。多分もうちょい空いてるよね。多分10分ぐらいだと思うんだけど。もうちょっと、はい、ね、多分他の方のネタがある。ただだってあそこで会場で見てて、敗者復活の会場で見てて、岡野って呼ばれて行って、はい、で、そのまま楽屋行って風船取って走って、でスタジオに向かうから、はい、で裏で、はい、あの風船の、しかもね、予選が昼の2時半ぐらいから僕あったから、はい、あれフジテレビですよね。そうそうそう、会場テレビの中の7階の会場でやったんだけど、はいはい、その時に2時半に1回鶏肉の調整、あの君たちはよく知ってると思うけど、あの鶏肉とヘリウムガスのバランスがすごい難しいの、あれ。まあなんか難しい。そうでしたね。もうネタのセリフなんかよりその浮力の、はい、私はもう科学者としてやるしかないの。で、あれをもう最高のバランスにして予選挑む、はい、でそれうまくいって、はい、でそれから7時から生放送を見て呼ばれたのが8時ぐらいかな、はいはい、その1時間の間でだいぶもう浮力が変わっちゃうのよね。あ、やっぱヘリウム抜けたりとか。そうそう、だから裏でもう舞台裏、はい、あのみんなネタやってる本番の舞台裏で、はい、俺もう浮力を今ね試して、でもやっぱちょっとね軽くなって浮いちゃったりするのよ、はいはいはい、だから急いで鶏肉を足したり。で、スタッフさんに、すいません、誰かハサミ持ってませんか？あります。すいません、これで鶏肉を切ってよろしいでしょうか？鶏皮を切って微調整して。いや、大変だった、あれは、本当に。そうっすよね。なかなか。そりゃ、まあ、準備に終わる、まあ、追われて、うんうん、そうです。なかなか合わせらんないというか。そうね。いやいや、でも、うん。でも一番嬉しかったかもね、あの呼ばれた時が。あ、まあ確かに今までで、今までです、まあ、みんな嬉しそうでしたしね、うん、本当に周りの人に集合されて、周りの人がさ、はい、こんな俺喜んでくれるんだっていうか、はい、まあもちろんなんか悔しい人も絶対いるし、まあ、そうですよね。特にあの場にいる人たちはやっぱでしょ、負けたわけですから。そう、うん、そんなに喜んでくれるのかって思ってさ、はい、それなのにさ、僕はさ予選から誰かこの中に風船を割るやつが出てくんじゃねえかってすげえ風船を癒やしい人間だ、俺は。俺は癒やしい人間だ、本当に。空気階段の踊り場。あ、何言ってか、これだ、これ。鶏肉、鶏肉。これスーパーで売ってんだろ。これおじさん、これ鶏肉をさ、あの風船にくくりつけてさ、もう一度大空に飛ばしてやんだ、俺。うん。やめろよ、やめろよ。とんでもない受け方ですね。聞かせるな。確か受けてたな。めちゃくちゃな受け方です。これを想像してやった男の気持ちわかるか。これは
味わったらやっぱやっちゃいますよね。確かにね、やっちゃうよね。これがラフターナイトチャンピオン大会での岡野さんのネタの音声でございますけど。ネタのそのつかみの部分ですね。はい、この短い時間探したな、なんか。はい、というわけで改めましてこんばんは、空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。岡野陽一です、はい、というわけで今日はですね、うん、岡野さんにも来ていただいてますけども、はい、記念すべき放送100回目ということ で、 そうです、特別企画にお付き合いいただきます。お願いします。復活サラリーマンじゃない人の声、こちらのコーナーで、ね、私鈴木もぐらが街中のサラリーマンじゃない人にインタビューをしているコーナーでございます。はい、まあ、初期の看板コーナーでございましてね、うん、久々に今回復活ということで、うん、はい、まあ、やっぱりね、うん、サラリーマンじゃない人が一番深いことを言ってくれるんじゃないかと、うんうん、ということでインタビューをしてまいりました。はい、先週告知してからですね、うん、この1週間で3回街に繰り出して、うん、はい、失敗から学んだ人生の教訓を聞いてきましたので、はいはい、こちら学んでいただけたらと思います。おー、すごい、はい、復活だ。ではでも早速一人目いきましょう。お、秋葉原にいたゆうたくん17歳、高校2年生、うん、17歳、はい、最年少じゃない、最年少、ね、じゃないけどもさ、まあ、現在ですね、学校は春休み中ということで、うん、なんと富山から一人で秋葉原に買い物に来ていました。はいはいはい、なるほど、まあ、いわば、うん、じゃない人ジュニアです。あ、ジュニアとうとうジュニアが台頭してきたか。はい、すごいね。あら、ということでまずは、うん、ゆうたくんの人生の教訓をお聞きください。どうぞ。その失敗から学んだ人生の教訓を教えていただけますか。やっぱり関節はすごくデリケートなので、こう丁寧に扱うべきなんだなって。なるほど、関節はデリケートなので、丁寧に扱うべきだと。なるほどね、深いは言わないの。はい、なるほどね。そうそう、深いまではセットで、いつもね言うよね、はい、まあジュニアですから。まあ、まだまだそこまででもない、まだまだじゃない人ジュニアです。あ、なるほど、17年生きてきてこれを思ったってことね。そうです、関節のことなんて昔考えないもんね。だから部活とかじゃない、やっぱ部活じゃないですかね、やっぱり、はい、何部ですか。バレーバレー部で、バレー部で、なんかサポーターをなんかレガースみたいなのはつけてたけど、はい、膝は丸、全然丸出ししてたら、はい、関節がなんか取れちゃったみたいな、なんかそういうそういうことでしょ多分。関節が取れた、取れたわかんないけどね。レガースしててっていうことだと思う俺。では一体どんな失敗からこの教訓が生まれたのかお聞きください。どうぞ。人生でですね、これやっちゃったなっていう失敗談をお聞きしてるんですけど。ちょっと幼い子なんですけど、はい、古めかしいおもちゃを買ったわけです。オークションとかで親に頼んでもらって。ああ、親御さんに頼んでお値段にしたわけですね。お値段にしたわけですね、まあジャンク品だったからか、まあ届いてこう開けてこう関節を動かしてみたら、はい、折れたわけですよバキッと。はい、で、なんかこう、ああ、これは、ああ、もう頭もこう、頭をガシガシやってしまって、親に対してもすごく申し訳ない気持ちになってしまいました。それ、折ってしまって、親御さんには何て言ったんですか。ごめん。ごめん。そこはもう正直に、言ってしまった。言ってしまったわけです。なるほどね。まあ、古めかしいおもちゃの関節を動かしたら折れてしまった。失敗でございます。おい、いいやつ捕まえたな、これは。すごいね。待望のジュニアでございます。ジュニア。これはジュニアだわ。はい。やっぱり、まあ、その、まあ、最後補足なんですけど、ゆうたくんはですね、戦隊ものが大好きで、はい、で、わざわざ富山からおもちゃを買いに来てたんです。はい、ちなみに一番好きな戦隊ものは、うん、激走戦隊カーレンジャーで、好きなシーンは、うん、敵組織の怪人が芋羊羹で巨大化するところなんでだよ、そこが一番好きなの。
こが一番好きなのでぜひ見ていただきたいということでした。見たいわそれは。芋羊羹で巨大化。芋羊羹で巨大化、これはあんまり見たいですね。ぜひあの気になった方はねチェックしていただければと思います。それでは続きまして2人目いきましょう。渋谷にいたゆうじさん、57歳男性、自由業の方ですね。出ました自由業。いいですね、はい。ゆうたくんの40個上でございます。これまあじゃない人としては脂が乗ってる時期ですね。うん、そうですね、うん。ではまずはゆうじさんの人生の教訓をお聞きください。どうぞ。それではですね、人生の教訓を教えていただけますか。誠とか誠実とか。誠実って言葉の憧れ。なるほどね。深い。うん、誠とか、うん、誠実とかいう言葉に憧れ。うん、憧れがあるっていうことが、人生の教訓。そういうことなんだよ。憧れがあるんですよ。憧れがあるんです。誠とかね。誠実とかそういう言葉には、憧れている、うん、ということが教訓なんですよ。意味わかんないじゃん。意味わかんないよ、本当に。教訓って。ああ深いですよね、だからこれは。だから、ゆうじさんは多分、誠とか誠実、憧れってことはできないってことでしょ。できないってことですね。そうですね。はい。うん、憧れっていうのは、なんかすっごい悪いことしたんでしょうね。ああ。義を欠いたというか。誠なんて。なるほど。そう、はい。それこそ借金を。はい。返してないまま、おみたいな、そう。はい。だから、僕昔、工場で福井県で働いてる時に、いた同僚のおじさんがいて、はい、その人は、東京ができんっつってたんですよ。東京ところ払い。東京ができんなんすって。首都が。そう。だから、そういう感じの人なんじゃないかな。どこかには帰れない。どこかに帰れない。九州には渡れないとか。なんかをやらかして。わかりました、では一体どんな失敗からこの教訓が生まれたのかお聞きください。どうぞ。これやっちゃったなっていう失敗のお話をお聞きしてるんですけど、何でしたっけテーマは。はい、テーマ何つったんですか。あ、テーマはなんかその今までで、まあ、これやっちゃったなっていう経験だったりとか。金だよ。だいたいどのぐらい失敗っつったら金。いや、そのお金の失敗っていうのはどういう。だから大したことないんだよ。1000円多く使ったとか、そうすると失敗なわけだよ。その積み重ねってことですか。だからお菓子とか。お菓子、ハンバーガー、カレー屋さん。カレー屋さん入んないよ、この。なんだよ。なるほどね。深い。1000円多く使ったら失敗なわけだよ、と。なんかちょっとなんか深い気がするな。1000円多く使った。1000円多く使ったら失敗だ。失敗なわけ、っていうのもですね、ユージさんは、そのハンバーガーとかお菓子とかが大好きなんです。うん、はい。で、食事代をですね、ちょっと多く使っちゃう。そういうのが失敗だと。ああ、なるほど。ついついね、毎回、要はハンバーガー1個でいいのに2個買ったりとか、はいはいはい、チョコが食べたかったのにポテチも一緒に買ってしまうとか、っていうことなんですね。うん、で、その、買ったお菓子だってハンバーガーっていうのは、賑やかな渋谷の街中で食べると。もう寂しいの？そういうこと？いや、なんかやっぱ賑やかな中で食べるのが一番美味しい。へぇー。なんで、まあ、ハチ公前のあたりですかね。あのあたりでいつも食べてるて。じゃあそこでハンバーガー食べてる人がいたら、ユージさんかもしれない。知らないと。前そこで豆腐食ってるおじさんみたいな。豆腐食ってましたね。幸福っていう方もいましたけども、まあ、チョコだったりポテチの場合は、ユージさんの可能性。っていうことですね。誠とか誠実って何？そうなのよ。どこ？いや、だから要は、誠実にハンバーガー1個だけを買ったりすれば、無駄遣いはいらないわけじゃん。
いやその誠実にって誠実にハンバーガー誠実にハンバーガーを買うって決めた買い方いやですから、うん、ね、1個でいいんですよ、うん、それを欲を出して2個買ったりとかすると、うん、これがこういうところが誠実じゃないよ、誠実なんだから誠実だよねっていうこと、でも俺は好きだから我慢できなくて買っちゃうんだけど、うん、っていうことですよ、でもなんか楽しそうでいいよね、まあ、すごい笑ってらっしゃって、はい、趣味はですね、その、うん、渋谷のですね、要はスクランブル交差点からセンター街を歩いて、はいはい、でその後公園通りを歩いて、はい、もう一度センター街まで戻ってきて、戻ってきて、でそこから渋谷の東急に入るんですね。ほう、そこでそのデパートの店員さんに挨拶をすることっていう。ごめんなさい。ちょっと待って。理解が追いつかない。ユージさんはね、誰かとレースをしてるんですよ。コウジさんみたいな人となんか。どっちが、コウジさんいらっしゃらない。どっちが早く。挨拶してもらう。ね、チェックポイントみたいなことないです。じゃないの、じゃないです。はい。どうぞ、その人、いいな、こういう、そうですね。うん、そういった挨拶のところにもやっぱ誠実さとかね。うん、やっぱ誠実になりたいから挨拶してもらってる。そうです、そういうことですよ、で、はい、それでは続きまして最後ですね、うん、3人目いきましょう、新宿歌舞伎町にいた、鍋くん40歳、無料案内所勤務の男性ですね。あ、これは、こちらの方、私の元同僚でございまして、はい、先日ですね、番組でも話させていただいたんですけれども、うん、まあ、あの、鍋くんでございますね。うん、はい、偶然の再会です。あら。本当にも歌舞伎町でインタビューしてるときに、はい、目の前に鍋くんが自転車で通りまして。あ、自転車で。はい。まあ、それでインタビューをお願いしたんですけども、はい、鍋くん本当すごい照れ屋さんで、うん、あの通行人の目がね、うん、すごく気になるということで、うん、なんであの雑居ビルの空いてる、うん、何でもないですビルのスペースで、うん、インタビューをしました。ここだったらいいですよということです、ね。ではまずは鍋くんの人生の教訓をお聞きください。どうぞ。失敗から学んだ人生の教訓を教えてください。はい、でしたら、歯がなくても、食べれるものは、世の中にいっぱいありますので。はい、楽しんで食べていきましょう。なるほどね、深い。歯がなくても食べれるものはたくさんありますので楽しんで食べていきましょうということなんですけども、これはいいですね。あ、まずすみません、岡野さんにですね、うん、ちょっと言い忘れてしまってたんですけども、はいはいはい、この鍋くんですね、うん、本人曰くですよ、うん、頭痛薬の飲みすぎで、歯が溶けてしまってます。頭痛薬の飲みすぎ？まあ、なんか、市販の頭痛薬、はい、ちょっと頭痛いなっていうので、頭痛薬を飲んでたら、うん、なんか、頭痛がない時にもちょっと飲んでみたくなって、うん、飲んだら、ちょっとなんかその、高揚感みたいなのが、うん、やべえやつ。慣れてきて。絶対やべえやつ。まあ、やべえか。まあ、わかんないですよね。まあ、まあ、信じるとしましょうけど、ね。そうですね。まあ、じゃあとにかく、ないの？じゃあ、一個も。まあ、ないんですね。でも、その、モグラに聞いてたより、だいぶ歯ありそうな口調では。お、そうだよ。なるほど。うん。めちゃめちゃありそうな喋り方よ。そう、それ今いいところですよ。そうか、歯がありそうってことはっていうことか。はい、ってことです、はい、そうです。じゃあ行きましょうか。うん、はい。では、どんな失敗からこの教訓が生まれたのか。うん、お聞きください、どうぞ。これやっちゃったなーっていう失敗談をお伺いしてるんですけど。失敗ですよね。もうすごいな。もう全然用意してないんですけど、ちょっと待ってくださいね。おお、すごいな。失敗、あ、もうね、だからもう日々失敗です。もう一回も成功したことないんで、生まれこの方ですね。はい、もう常に失敗してますね。はい。日々失敗。日々失敗、成功したことがないです。あれ、ナビ君、歯は本当に、歯は、現在はないですよ、歯は。ないっていうのはその何本、まあ、残り1本とか残り 0.5 本ですね。 0.5 本ですかね。 0.5 本、見ます？いいですか、はい、ここへ。え、どれ？あったり、ほんこれで食べてますから、食べ物これで食べてます。いや、これはやばいでしょ。はい、これです。いや、ただそうなんですよ。だからこの状況で食べれるものが何があるかっていうのをちょっとね、調べていきたい。何が食べれるんですか？いや、もう魚とかですね。魚も食べれますし、野菜もすごい みじん切りとかに刻めば食べれますってことですね。あとラーメンは？ラーメン食べれますよ、細麺であれば。
それはその歯茎で噛むんですか。歯茎で挟むんでしょうね。挟んで切るとかそういう感じじゃないですか。それでいきましょう。なんでじゃあ入れ歯入れてないんですか。いや入れ歯を入れます。入れ歯あるんですよ。ただこの仕事を声を前に出さなくちゃいけない仕事なんで、はい、安い入れ歯を入れてる時場合声が前に出ないんですよ。だから仕事にならないですね。いや歯がない方が声にならなくないですか。いやそれはあのもう腹式呼吸とか腹から声を出してる人からしてみるともう入れ歯はただの壁なんですよ。口の前に壁がある状況で喋ってると一緒になるんで入れ歯ない方が声が、まあ、通るんですね。なるほどね。名言だ名言。深いわこれは。腹から声を出してる人間からすると、うん、入れ歯はただの壁なんだ。これ早くも今年のアワード候補ですね。入れ歯はただの壁。そう。人間の心理かもしれない。つまりですね、あの本当に岡野さんが、うん、すごいいいところをねついていただいたんですけど、うんうん、入れ歯持ってるんです鍋くん、はい。ただこの時はしてないんです。してないの。周りにはでも寝てたもん、ね。すごいですよね。でしょ。してないんですよ。うん、というのもそのもう、うん、腹式呼吸が。もなみくんそのお客さんを案内する仕事でお店を紹介する案内所という仕事なんで、なるほどなるほど、腹式呼吸が できてしまっているので、うん、今その状態で入れ歯を、着用してしまうとただの壁になってしまう、うん、お客さんに伝わらなくなってしまうから、はい、歯のない状態で私は喋ってるんだと。だ本当に腹式呼吸を身につければ歯が 0.5 本でもあの喋り方ができる。そうです。すごいな。これは大発見じゃない。確かに。ちなみにその歯なんですけど、まあ私見せてもらったんですけど、あの、下の歯の前歯。前歯なんだ。になんか青のりみたいな感じで歯茎に、なんか、歯茎に青のりみたいな感じついてまして、それが歯だと言って。言い張ってる、それを。これが歯なんだと。これが歯なんだと。あの、同行してるディレクター越崎さんの笑い声がもう、もろに声だと。あんな笑うってことはそうか。まさか歯ありますよって言われて、そんな状態だと思わなかった。もうちゃんとあると思って青のりですかみたいな言えないしね。そんなことそうですね。歯茎にちょこんとこう乗ってるみたいな感じです。いやこれはすごいな。これはすごいですよ。なんか魚とかね、なんか野菜食べれる、みじん切りにすれば、はい、食べれる、はい、そうラーメンも細麺だったら食べれる でどうやって食べるかというと、まあ、箸でまず挟んで、はい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 、後に、その後歯茎で挟んでダブルバサミでダブルで挟んで食べてる。上顎と下顎をこうすりつぶすようにやるんでしょ。 そ, う、ね、うん、そしてなんとここで、うん、鍋くんクイズ。どうした急に。何、鍋くんはですね、はい、ココイチが大好きなんですけれども、好きよ。その鍋くんがココイチで毎回頼むメニューは何でしょう。はぁ、ココイチ、はい、カレー。もう毎回同じものを頼んでます。ああ、トッピングってことかな。トッピだってなかなかそのやっぱ歯がないときつい部分ありますよね。そうだよね。だからチーズカレー。チーズめっちゃ美味しいの。あ、めちゃめちゃ好きなんで。チーズ僕もトッピング。じゃあ岡野さんはチーズカレー。岡野チーズカレー。わかりました。うん、じゃあ自ら。なんだろう。僕じゃあフィッシュフライ。フィッシュフライで。わ、うん、かりました。では正解はこちらです。頼めるんですか。頼めます。実は。じゃあココイチカレーは何食べるんですか。ココイチは、もう決まってますね、クリームコロッケカレーの1辛の、肉抜きで、ご飯少なめですね。ということで正解はクリームコロッケカレー1辛の肉抜きご飯少なめでした。分かるかそんなもん。空気階段の水川かたまりです。鈴木もぐらです。私もぐらはミルクティーを飲んでいて歯が欠けたことがあります。マイナビラフターナイト空気階段の踊り場、まもなくお別れの時間です。はい、はい、お知らせがございまして、3月21日木曜日の祝日ですね、11時から午後3時30分、生放送でお送りする TBS ラジオの特別番組、はい、ラジコフェスに我々空気階段も出演させていただくことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう都内某所からね、中継予定で、はい、はい、ぜひぜひもうこちら聞いてください。はい、よろしくお願いします。はい、
はい、今回は100回記念で、はい、岡野さんにお越しいただきまして、はい、本当ありがとうございます。いやいや、こちらこそ楽しかったです、はい、ありがとうございます。ちょっとまあ、うん、ここからあのアフタートークでも岡野さんにお付き合いいただくので、はい、ね、はい、ね、色々もう言えないこと話しましたそちらでなんかちょっと R1 の深い話確かに聞かせていただきます、はい、そちらもお聞きいただければと思います、ね、はい、はい、ここまでのお相手は空気階段の水川かたまりと鈴木もぐらと岡野陽一でございました。さよなら。ニンニン、トロン、岡野さん、はい、R1 から学んだ人生の教訓を教えてください。私は、ポップさはお母さんのお腹の中に忘れていきました。なので仕方ないです。仕方ないです。TBS ラジオ空気階段の踊り場、ラジオクラウドです。よろしくお願いします。はい、本日は100回目ということで、はい、先日の R1 グランプリファイナリストの岡野さんにお越しいただきまして、はい、はい、はい、ありがとうございます。いやー、こちらこそ、本当に。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。まあ、オープニングでちょっとね、うん、R1 のお話しさせていただいたんですけれども、はいはいはい、うん、まあ、ちょっとアフタートークなんで、ちょっと深いところも。確かにね。はい。そうしましょうよ、いろいろ。聞いていこうかな。聞いてくださいよ、本当もう。深いとこをね、深いとこ聞いてください。僕も整理ができてないんですよ。取り調べみたいな感じじゃないですか。別に。あ、そうですか。大丈夫です。結構予選ずっと勝ち上がったわけじゃないですか、決勝までって、うんうんうん、それ、はい、その時ってネタずっと、ね、ずっと取り、あ、ずっと取り、あ、もう一本、取り一本、あのね、はい、だから俺昔キングオブコントとかの時は、はい、ネタがいっぱいあるじゃない、はい、だからどれやろうとかすごい悩むのよ、やっぱ。あー、まあそうです、ね、今回は楽よ。取りしかないんだから。俺はもう取りしかないんだから。だからもう覚悟を決めて、はい、毎回、はい、だから1回戦だけ違うネタかな。あ、そうね、1回戦だけなんかドブの水を飲んでお金をもらうおじさんっていう金持ちにお金をもらうおじさんっていうなんか新ネタ。それはあのあれですか、浄水器的な、浄水的なことをしてて。違う違う、あの完全にドブの水を、ザリガニとかいるドブの水を飲んで、金持ちはそれを見ながらワインを飲むっていう。結構そうそうしてたの。そう、ウィンウィンの関係。お金もらえるし、そうそうそう、見たいし。それは1分ぐらいしかないの。1分、あ、違う、2分ぐらいか、はいはい、だから次から2回戦から3分になっちゃうのかな。そうですね、そうそうそう、時間伸びますもん、ね、だからそれでもうできないからみたいな感じ、はい、1回戦だけそれでずっと取り、あとはもう2345、うん、もしだったら決勝上がって、うん、その決勝のファーストステージ勝ちなかった、勝ち残ってたら、うんうん、そのネタをやる予定だったんですか。いや、あれはやんない。もう多分2本目はみんな多分全然知らないと思うけど、あのパチンコのシステムを教えるネタっていうのがあって、去年の去年の去年の岡野さんの1本じゃないですか。前回のラフターナイトチャンピオン大会でやった去年の私に力を借りようと思ってね、はい、なんなら2本目はそれをやろうと思って、はい、なんなら僕正月に岡野さんと無限大ホールで吉本の劇場でお会いした時も、岡野さん年始一発からそのネタやってましたよ。本当に正月から2018、うん、2018、若い女性にパチンコのシステムを教えてさもうだからネタがそう数が少ないからもう悩まないね。あ、だから取りに行くとパチンコしか今。逆にいいんじゃないかってことですか、じゃあお母さん。逆に、だから今回はなんか邪念はなかったね。もうこれでやるしかないっていうのしかないから。それで作んないですか、うん、その言ったら巨匠さんの時は、それなりにネタもちゃ作ってたというか。作んないですかってやめてよ。作んない。確かにね。作るが正義みたいなのはちょっと。そうだよ。作るが正義はちょっと違うじゃないだろ。他の R1 に臨んでるピン芸人の方とか見てて、もう結構必死こいて、深夜とか本社に。もう缶詰になって本当にゼーゼーってネタをいっぱい作ってる方とか見てきたから、そうスタイルの違いっていうのがすごい。違う違う、僕作んないスタイルではないのよ、決して。あ、はい、たまたまだから鳥しかないからずっと、例えばじゃあ年間100本作る人がいたとしようよ、はい、でその1本が R1 にかけ決勝行くネタだとして、はい、その人はそれをライブで何回やるかっていうと、はい、100本あるから、はい、10回ぐらいしかやんないじゃん。まあ、まんべんなくて、もうちょいあっても分かんないけどね、はい、で僕は鳥しかないから、はい、鳥を10回ぐらいやってるから同じネタの1本としては一緒じゃん。まあ、力の入れようは、まあまあはい、まあそうです、はい、だから、まあそうですね、同じじゃんライブでかけてる本数は同じ。そう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 、だからいや、いっぱい僕もだからなんだろうな、
もちろんかけてる時間は一緒なのよ。僕悩んでる、悩んでるというかファミレスにはいるよ。はいはいはい、ちゃんとってホテルもね、そうそう、ホテルも取りましたしね。そうそう、はい、ね、確かに寝たりするところもあるよ。僕は弱い人間だからね。はい、強さをさ、お母さんのお腹の中に忘れ物だよ。半端ですよ、お母さん。お母さん太ってるもん。忘れ物で太ってるんですか。そう、長男の忘れ物で太ってる。弟と妹いるけど。そうね、確かに。でもそう、いや分かる、あのちょっと正直、はい、あの後ろめたさもちょっとあったのよ、その、はい、他の人確かにネタめっちゃ作ってるし、はい、うん、めっちゃ変えてライブも出るのよ、はい、もちろん、はい、でも僕ライブも全然出てないしとか、あ、もう事務所ライブぐらいでってことですか。もあって、あと土日とかは正直俺あんまり出たくないっていうの、競馬がある。これはでも俺はちょっと正直、あの、これはこんなこと言っちゃいけないなとか、みんな頑張ってるのにとか思ってたんだけど、ちょっと、まあ、はい、2年前とかまでは、はい、でも俺もう言ってこうと思って、はい、いいじゃん別に。別に月から金まで頑張るから土日ぐらいいいじゃんと、はいはい、ね、まあまあまあ、そうそう、本当にもうちょっともう割り切ったというか、はいはい、だってね、本当何回何回か言ったことあるけど、土日にさ、はい、ライブに出て頑張るのはもちろん大事だよ、はい、大事だけど、土日にライブ出て、その誰か見てもらって売れる可能性と競馬で当たる可能性どっちが高いかっていう話。ちゃんと確率論で生きてるってことですね。そう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 、うん、でもだからそうね、だから今年はそれこそこれ収録今してるけど、明日ちょうど新ネタ4本作るライブがあるのよ。あ、ですよね。そうなんだ、はい、あ、あ、これいいのかな、はい、これ設定をちょうだい。これ今からですか。違うのよ、そう、やばいのよ俺。明日新ネタ4本。何本できてるんですか、新ネタ4本の。ゼロゼロゼロ。でもでも設定は今ぼやっと3つあるのよ。はいはい、だから、え、3つ、これ明日の何時に流れるの。これはもうちょっと後日配信予定なので、うん、あ、もっと後なのか、はい、多分もうライブ終わった後です。でももう分かんない、僕もネタをだからその鶏肉以来ね、作ってないわけですから。もう何が面白いのか俺も分かんなくなってるんだけど。3、4、4、5ヶ月、え、半年ぐらいですか。じゃあ作ってないってことね。かもしんない。まあ、まあでもまだね、12時間以上。ダメだ、この後なんか変な朗読劇の稽古があるんだよ。朗読劇そうだ、岡野教授の、はい、岡野教授っていう映画があるんだ。あ、そうだ、そうですよね。そうなんです、それが、はい、はい、ありまして、それの朗読劇の稽古があるの。朗読するんです。俺朗読劇やる。そんなんいいんだよ。R1 の話。R1 の話。いや、でもさ、そう、いや、だから、いや、空気階段とかだってさ、今年とかもだってキングオブコント本当に行くでしょ。いや、行くでしょ。もう行くと思ってるでしょ、ちょっと。いや、行きたい行きたい。行きたいです。いや、俺本当にこれが合法で許されるなら俺かけれるよ。キングオブコント空気階段が行くに。俺別に全財産かけた、はい、いやまあ違法ですね。違法じゃあもうジョークやジョークじゃん。一応違法ではありますけど。いや、いやだから行った時にでも、はい、やっぱ鶏肉の反省を生かした方がいいよ。だってああ、でもモグラは意外とポップだもんね、そこ。ああ、なんかなんだろう、ガチ、はい、はいはい、というか なんだろうなんていうのかな、アニメチックというかさ。まあ確かフォルムがそのなんかキャラクターチックであるから。ああ、一個あんま今までない、あの悲鳴を浴びたことは。いやでも無限大ではすごい結構ありましたけどね。まあ普段で言うと無限大ホール若い女性のお客さんが多い。ああ、そっかそっか、はい、そこでは確かに、あ、まあ、あったんですけど、その外のライブとかではあんまりいないですね、うん、ああ、そっか、はい、じゃあないのかな、意外と大丈夫なのかな。意外とそうですよ、なんか免疫はついてきてる気はしますね。だんだんと認知をね、モグラという、はい、でもそのまたさ、例えばわかんないけど、誰もモグラを知らない人が 見るパターンもあるわけじゃん、やっぱ決勝とかになるから。そうですね、そこ行った時はやっぱ確かに、はい、そうよ、だから本当気をつけないとさ。そうですよね。その何がそんなにキャーって言われたのかを考えないと、やっぱその僕の振り見て直さないと、やっぱ、はい、はい、そうですね。俺はモグラのために一回死んだんだから。
なんなら岡田の詩を無駄にしちゃダメ。岡田さんの屍を超えて、屍を超えてほしい。兄貴が、せっかくだから不思議様を見せてくれた。そりゃそう、金はあげれないけど俺そういうことしかできない。死ぬことはできるよ。なるほど、こうやってテレビに出ると死ぬぞっていうところ。そうそこをちょっと学んでくれよ。あ、なんですかね、なんだろう。でもなんか何やっても大丈夫な気もするしね。あ、いやでも怖いは怖いですね、やっぱり。そこは度合いがね、はい、確かにだんだん。でもそこまでだってキャーってなるとは思わなかったですからね、やっぱ。そうだね、僕もそこまでは想定してなかったな、さすがに。まあ引くは引くだろうけど、うん、ぐらいですね。なんかだからもぐらの恐怖はなんかゲゲゲの鬼太郎みたいな感じじゃん。なんかあ、まあちょっとアニメで。なんか俺なんか恐怖新聞とかもう。なんかそうだったんだろうね、多分なんか。まあ絵のタッチが。タッチがね。だから僕もやっぱ来年に向かってどんどん鬼太郎に寄せ、ね、どんどん行かないと多分、はい、もうちょい、はい、度合いが難しい。あとその、まあ、中身もあったのかもしれないですよね。僕らは例えば、うん、その浮気を罰するとか、はい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 、結構あれそういえば、うんうん、よくよく聞いてみたら、うん、なんかちょっと女性の味方なのかなこいつはみたいな、確かに、うん、風にこう見える部分があるじゃないですか。あのクローゼットのネタってさ、矢口さんをモチーフにしてるなって。あんまりそのそれはもうちょっとはい、まあそれはそうなんですけど、やっぱそうなんだ、やっぱそうなんだ、どうなんだろうこれ。ライブとかで言ってもらうんですけど、ラジオクラウドとかで言っていいのかどうかわからないです。来てくれ、この中で。これは完全にあの、ごめんなさい、なんか興味が出ちゃって普通に。まあ岡野さん、矢口さんと毎週お仕事されてるから。だから、はい、そう言ってやろうと思って。いやあくまで発想という。あくまでね。着想という。ビビッときたっていうだけ。別にそのそれをこう、それをネタにしてこうしてやろうとかじゃなくて、インスパイアされたみたいな。あ、これあビビッっていうやつ。別に。でもあれはやっぱ女性の味方だったじゃないですか。でも確かに確かに、はい、うん、っていうのもお客さんがこう分かるというかね、うん、ただ岡野さんはそのそうだよな、じゃあ一体、うん、やっぱ鳥側の味方をしたわけじゃないですか。でもうそうだよな、はい、あのセリフとかもよくなかったな、鳥側につくみたいなさ。いや少しの笑い欲しさにさ言ったけどさ、もう完全に俺を敵として見るじゃん、鳥側なんだ。お客さんがさ、鳥側かよお前、そう、トリガーかよっていう感じは本当にあった。僕めちゃくちゃやっぱさすがって岡野さんだと思ったのは、うん、やっぱあれ鳥側につくって言ってて、うん、人間側じゃないですかやってることが、うん、だからエゴ、うん、人間のエゴのせいで、うん、ね、こういう姿であってたから飛ばせてあげたいって言って、うん、やってるおじさんが一番エゴの塊じゃないですか、うん、その鶏肉、うんうん、もう肉になってるやつを風船につけて、うん、飛ばすっていう、それこそが人間のエゴイズムじゃないですか、はい、そうだね、あの行為もエゴだし、はい、ですよね、だ鳥側にも立ってないしっていうのは子供に説明してるんですよ。いやそこがバレた、ちょっとバレたのかなっていう、確かに。そうかそうか、でもやっぱね、あのネタとか考えるとさ、ずっと考えるんじゃん、このどうなのかな、このおじさんどうなのかなとか考えるけどさ、はい、俺本当正義が何か分かんなくなってきてさ、あれ作ってて本当に悪いのって誰なの。あの本当に多分善悪ないんですよ。違う違う、あるって、あるある、あります、深くまで行くと、はい、だってまずさ、鳥を食べるのは人間のエゴ、まあそのエゴって言い方はあれだけど、流れるための手段で、いただいてるのはこれ もちろんね、仕方ない的な部分もありますよね、感謝していただいてるけど、まあ、強くなる、果たして君たちのいただきますが、はい、そこまでもう感謝してないでしょ、正直僕もいただきますするけど、はい、正直感謝してない、まあまあそうですね、だからそういうことへの継承でもあるのよ。あんぐらいやることを簡略していただきますってやってんのっていうこと、はい、そう、はい、そこまでを、はい、そう、あんぐらいやることを想像していただきますっていうようになってほしいの、俺はみんな。なるほど。そう、確かに。そこまで。だからこれ、リスナーで学校の先生とかもいらっしゃるようなんですよ。うん、だから一回その、給食の前とかにその岡野さんのネタを子供たちに見せるっていうのは、そう、一個手かもしれませんね。そうそうそう。確かに、これ見てどう思うっつって。はい、うん、お前たちはこういうことやってると。このおじさんにキャーって言ったやつもでも一緒じゃん。食べてんだよ。簡単にいただきますって言って。はい、ダメだよ、変えていかないと。それあれはだ、考
感謝の気持ちだったってことですね。そうなの。本当はね、だから元はもっと長い、いっぱいあるのよ。はいはい、これをいただきますっていうのはこういうことだぞっていう時もあったし、はい、途中はね、はい、あとあれフライドチキンにした時もあったのよ。あの見た目が黒いから揚げた揚げた揚げた、そうするとでもフライドとフライがかかっちゃうのよ、飛ぶが。ああ、なるほど。そうするとなんか、はい、変な、そう、なんか親父の作ったネタみたいな、なんか、まあ、確かにちょっと嫌っすね。ちょっと嫌でしょ、はい、でそういろいろささみとかもやったけど、なんかやっぱ皮あった方がいいなとか、はい、あ、難しいよね。でもなんか究極のね、言ってみたらその、うん、要は 悪ではないじゃないですか。だからそう、うん、悪じゃないの。だからそれぞれの正義みたいなのがあの、そう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 、ネタというか、ね、そうなの。あのおじさんもいい人だし、はい、うん、でギャーって言う人もいい人よ。そりゃかわいそうっていうこともあったり、ね、そうですね、それも人間ですもんね、うん、でね、なんかこれはまあわかんない、言っていいのかわかんないけど、わかんないけどね、食べ物をこう粗末にするなっていう人っているじゃない。いますね、はい、なんていうのかな、人間が食べるということと、はい、例えばよ、はい、捨てるっていう鶏肉を、はい、どっちも一緒なのよ、鶏にとっては。まあそうですよ、まあもう絶命してる時点で。そうでしょ、はあ、正直僕が死んで、はい、僕がどうなろうがどうでもいいんです、僕は。あ、なるほど、はい、仮装されようが、うん、別に、そうそうだろうが、捨てられようが、捨てられようが、捨てられようが、捨てられるの嫌じゃないですか、貼り付けにされようが、なんでもいいですよ、僕は正直。なるほど、うん、だから岡野さんの思想はそうだってことですよね。そうそうそう、まあ、僕の思想は思想とかそうだけど、確かにこの話はさすがにクラウドと言えダメかもなっていうとこは思っておりますということは思っておりますが、まあ煮るなり焼くなりそうね、確かに。そうです、いやでも嬉しいですよ、そうネタを見てね、なんか勝手に考えてくれたりするとね、はい、あの僕ほんとテーマにしてるのが、夜寝る前に思い出すネタを作ろうと思ってるんです、ずっと。なるほど。昔から、はい、本当に、はい、あのね、見て忘れちゃうじゃないですか、賞レースとかもすごい並びがあって、はい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 、印象に残らないって、面白かったのは覚えてるけど、はい、でもあのネタ、なんかあのネタ、なんだったっけ、あの変な、あったよねって言ってほしいの。ああ。あと、はい、なんか、鳥食べるたびに思い出したり、はい。するじゃん。はい。まあ、確かに、その1週間とか鳥食べてたら、岡野さん思い出してたて、ね。そうでしょ、そう、スーパーのあの、パックンモモニとかさ、見たら、はい、あれそういえばってなりますもんね。そうだね。まあでもその狙いはバッチリハマってる気はしますけどね。やっぱりね、恐怖という形になるとね、またあれだけど、まあちょっと意図した形は違う。そうね、これ賞金500万円だったわけじゃないですか、優勝したら、うんうん、それって使い道とかなんかあったんですか。決めてたもん俺、あ、今回はタバコを1000カートン買うって決めてた。ちょうどですね、ちょうど500円だから1000カートン買う。決めてたんだ俺今回は、もうどんなことがあろうとタバコを1000カートン買って、どうせこれからも値上がりするだろうから、もう確かに1000カートン買って、もう何も返さずにもうやって、1000カートンってことは1万個1万箱1000カートン20万本というか、借金を返すつもりはなかったんですか。あー、でも今回は1000カートン買うって決めてたからね。これ、今前回来ていただいた時1000万ちょっとみたいな言ってたじゃないですか、うんうん、それからは増えてはないんですか、借金。あ、そういえばそう、借り換えをしたのよ。ああ、それ僕ツイートで見て、うん、それ聞きたかったんですよ。そう、三重の友人がさ、はいはい、大口の友人、いつもよく話すが、この度好きな女の子ができてさ、はい、どうしても結婚したいっつって、はい、でもその子は借金、いろいろ話してるから俺のこと、はい、だそれがしっかりするまではもうそのプロポーズもできないみたいな、なるほど、感じになったから、もうそれさすがに10年ぐらいね貸してくれてたから、はいはい、うわ、これはもう分かったっつって、でどうしようと思って LINE とかで自分の連絡先いろいろ調べて、業界の人だけ僕 NG にしてるから、まず全部消すじゃん業界の人ダメだなと思って選んだ時に、その三鷹の大口の友人うん、元芸人の同期なんだけど、はい、そいつなんか億ぐらい持ってんの、株で、うまいこと言って株で、うん、でもそのすっごいケチなの、はい、
ケチっていう風に言い方、いや違う、ごめんなさい、お金大切に、そうそうじゃないとたまんないから、はい、そうそうそう、それで、はい、昔俺同期の時に5万円借りようとしたことあるの、お金持ってんのしてたから、はい、5万円貸してっつったんだけど、はい、すっごい審査が厳しくて、はい、で返済方法とかいろいろ聞いてきて母音とか押させんのよここで、だからもう途中でもこんなやつに借りねえわってお前なんか借りねえわってやめたの一回最低の金貸しだお前なんてって言ったんだけど、それを思い出して、はい、ああでもあの時のこと謝ってどうにか頼もうと思ったら、はい、そこで OK してくれて、そう130万うわ130万貸していただいて、うん、すごいな、よかった本当、それを向こうに返せて、やっぱ誠実にね、そうお願いしたから、いやありがて、その代わりでもあのなんだろう、利子の代わりに俺毎週、俺木曜日人権がねえんだよ毎週の、毎週だから今だけ抜けさせてもらってるけど、はい、あの基本その人と一緒にいなきゃいけない、毎週木曜、毎週木曜だから木曜日はあのなるべくやめて木曜収録なんですけど、そうそう、僕だから週6日しかないのよ一日取られてる自分の事件は時間は一緒にいて何を、一緒にいて、あ例えばなんかやってほしいこととか、はい、調べてほしいこと調べたり仕事落ちじゃないですか、じゃあもう、うん、その人のためにしょうがないでしょ、しょうがないでしょ当たり前のこととして130万そう借りれるの無理だもん、だってそうしなきゃしょうがない、だから木曜日だけ取り返すために頑張るよ、はい、130万返せばね、木曜日取り返せるから、まあいらねえっちゃいらねえけどねそうですまあまあ、じゃあ今度からは三鷹のお口で、そうだね、またお世話になるということで、うん、うん、今度紹介するよ、なんでどうしてぜひ合わしたいこの人ですって、はい、食事、まあなんかお茶でも、あ、またお茶で、はい、ありがとうございます、ちょっとそろそろあの生島さんがスタジオにいらっしゃる時間なので、はい、そろそろ、はい、ずらかりましょう、早く早く行こう、はい、というわけでラジオクラウド聞いていただいてありがとうございました、岡田さんもありがとうございます、ぜひまたお越しください、はい、ありがとうございます、じゃあ来週も聞いてください、ありがとうございました、ありがとうございました。